はい、こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆきちです。はい、こんにちは、岡です。さあ、何のテーマで話しましょうかね。いや、だからスウェーでも今までゆきさんいろんな国行かれてはって、はいはい、そのやっぱりスウェーデンってこういろいろ見てきての、はい、その違いって何かあります？あー、スウェーデンの国やっぱりね、日が短いっていうのはね、ありますよね。今はね、今はね、すごいそこはね、特徴だなと思いましたね。なんかでもその今はもちろんそうなんですけど、逆にでも白夜とかでもね、夏はね、夏は逆ですもんね。辛いっす。で、僕ね、めっちゃアウトドア派なんですよ。はいはいはい、はい、もうね、その日中しか活動しない。で、逆に夜派って、夜派なんでね、中でこもってるんでね、インドアだから。だから逆に夏が辛いっていうね。夏が辛い、面白い。だから週5とかで夏はもうバーベキューですよ。へえ、そうなんだ。だからでも週5バーベキューなんですけど、こっちのバーベキュー不思議で終わんないんじゃないですか。終わんないです。バーベキューって普通だって夜になってちょっと終わりみたいなのがあるじゃないですか。はい、だけどこっちだとなんか11時ぐらいでも平気でプールで子供泳いでるんですよ。夜中の。へえ、そうなんだ。なんかすげえなんか変な感じがするんですよね。うん、今もう11時だよね、俺結構酔っ払ってるよねとか思いながら。結構治安はいいんですか？ね、実はちょっと悪くなりました最近。そうなんだ。あのね、移民が増えすぎてる。ああ、そうですよね。だからアラブとかからやっぱりこっち、あの、うん、病院もタダだし、そうですね、教育もタダだし、うん、大学まで行くのも全部タダなんですよ。うんうんうん、だしやっぱり何でもかんでも全てタダだから、うん、もう外国人からしたら暮らしやすくてしょうがないですよ。高負担高福祉、そうっす、うん、天元協定で入ってこれますもんね。そうっす。だから今でも、うん、今こっち入ろうと思うと、日本人がこっちで永住権も取ろうと思うと、はい、結婚するしかないです。ああ、そうなんだ。結婚するか、あとはこっちでか、あの、そういう大学とかのポジション取るしかないです。そういうことですよね。どっちしかないです。だから結構こっちで、ね、あの、移民っていうのは結構問題ですね今。うーん、まあでもね、高齢化社会がありますもんね。ある。今1、3って言いますもんね。1、3、うん、スウェーデンもなかなかな高齢化社会ですよ。本当そうなんだ。だけどやっぱり老人ホームもタダなんでね。あ、それ言いますよね。タダ、うん、だからもう最後はもうタダで全部終わらせてくれるっていうかね。なんかあの税金の負担の中に、あの、住居手当があるじゃないですか。あります、あります。だから2年耐えれば結構いけるみたいな。そう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 。面白いですよね、あの、福祉システム。要は2年耐えると結構いろいろ補助してくれるんで、はい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 、なんとかうまくいけるっていう。大学生とかでも、はい、大学生だったら大学ただじゃないですか。はいはいはい、国がもう奨学金で月で大体20万ぐらいも貸してくれるんですよ。はい、返さなくていいやつで。だからもう親は全部もう子供は自立しろっつって家から出すんですよ、普通に。だからもうそのまま、あの、子供はもう自立をしていく道を歩むように、こうなんかシステム的に偉いなと思って。日本って絶対学費も払わせるし、親に依存しないともう暮らせないようにしてるじゃないですか。うん、だからそう思うとなんか日本もそういう風にした方がいいのになって。18歳成人ですよね、スウェーデンは。18歳成人です。日本もでも最近そうじゃないですか。そうです、そうです、うん、あれ、でもあれって結局名目上みたいなもので、はい、実際のところ社会システムとリンクしてないんですよ。はいはいはい、ああ、そうか。要は18歳になったら大学に行くっていうのが基本的なシステムだから、はい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 、結局親の庇護がないと大学は生活はできないんで、はいはい、だから学費とか高すぎるんですよね日本はね。うん、だから大学を本当に国負担がするか、もしくは大学に働きながら行ける社会システムがないと18歳成人ってのは機能しない。そうですね、うん、お酒が飲めたら成人ってわけでもないじゃないですか。あれ今お酒もいいんでしたっけ。もうお酒はダメです。ダメですよね、うん、お酒タバコダメで。ダメです。だから投票権だけですよね。そうです。だからそれってなんかでも矛盾してるようなね、うん、感じ。まあちょっと転換期だからかもしれないけど。そうですね、まあ、一応成人も下がるんですよ。投票権が下がってその次の段階として成人が下がるっていう。あ、だから段階を踏んでるんですけど。まあでもね、本当お酒飲む、さっきでもお酒飲まない人も多いですからね。そうですね、僕もほとんど飲まないですからね。あ、そうなんですか。そうそう、一人だとね。あ、僕もそうです、僕もそうです、うん、でもなんかうちも、僕早稲田なんですけど、はい、もう飲むのが仕事みたいなとかあるんですけど、今うち研究室あって、研究室に学生入ってくるとき、あの、半分以上飲まないですね。スウェーデンってみんなお酒好きですか。はい、あ、めちゃくちゃ好きです。ああ、そうなんだ。めちゃくちゃ好きです。もう大体ビール、はいはいはい、ただあんまり強い酒が好きって感じではないですね。寒いところで強い酒好きなのかなと思ったら、なんか単純に税率変わるじゃないですか、はい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 、アルコール度数によって、はい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 、高すぎるのかもしれない。 12% と 25% が変わるんで、ワインとかは 25% ですね、贅沢税的な感じで。ああ、そうか。 そこがね、結構響いてんじゃないかなって気がします。だから僕らいつも飲むときはもう大体ビールですよ、うんうん、ビールは 12% でいけますもんね。ああ、そうか、うん、で 12% でそれで飲んで、そのままは普通にもうなんかスポーツバーみたいなところで飲んでくれてる、そう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 、終わりみたいな感じですね。そうですよね。
じゃああれなんや、じゃあこっちのでもそうですね、結構学生さん飲まれたりもします？まああの人とね行くときは全然飲みますよ。あの結構強い方なんで。ああ強そう、ゆきさん強そう。なんか、ね、酔わないですよあんまり。はいはいはい、はい、気が張ってると。はい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 。僕なんか肉体よりも精神の方が先に出てるタイプなんで。そっちのコントロールが強いんですよ。すげえ。僕すぐ眠くなっちゃうんで飲んで。だから僕すごい不思議なんですけど、旅行に行くとトイレはあんまり行かなくてよくなるんですよ。それこそ1日行かなくてもいいぐらい。あ気が張ってるんだ。そう気が張ってるんですよ。不思議に。それはなんか、うん、便利なんですよ結構。便利なから、うん、便利って言っていいかどうか分からない。今日全然トイレ行ってないでしょ。行ってないです。レクチャー終わってから1回ぐらい1回行かれてあって、はい、それだけ。もうだから僕の横の人がずっと行きますもんね。あれも別に行きたくて行ってるわけじゃないですよ。今ここで行っておくと、あとあと楽かな、排出できるかなぐらいな感じで。はい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 、はい、なんかでもそういうのってでも旅行出張とか多かったらすげえいいですよね。便利便利です、めっちゃ便利。なんか途中でさ、なんかこうトイレ行くってするだけなんかえみたいな顔される時あるじゃないですか、うん、旅行でトイレってめんどくさいですよね。本当に長く歩く時とか、うん、いやマジでそうっすね。お酒も結構そうなんで、はい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 、うん、もうお酒飲むとでもすごい行くやついますよね。まあ、確かにね。まあでも集団でね飲む分には全然いいと思うんですけど、いや、うん、でも楽しいですからね。もうこっちで飲んでめちゃくちゃ楽しいです。ちょっと僕ね、あの一人で基本一人で動いてるんで、いろいろ仕事したり研究所行ったりとかしてるんですけど、はい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 、あんまりねその盛り場行ってないんで、はいはいはい、今日ちょっとぜひ教えてください。行きましょう行きましょう、この後。イエーイ。この第二段階ありますから。ちなみに今ね実はまだ5時半なんですよ。これ5時半ですね。真っ暗だけどね。さっきからずっと真っ暗だからもう深夜2時ぐらいのテンションなんですけど。そうですね、もうちょっと眠いです。まだ5時半ですよ。5時半だからもう信じられない。だからノーベルレクチャーが早すぎたんですよね。そうですね、ノーベルレクチャーだから朝2番目に並んではったから。そうそう、2番目にで僕3番目来た時もう並んではって、よく覚えてらっしゃいます ね、はい、もう2時間前ぐらいから並んではったんでしょ。そうです、そうです、大体7時ぐらい、9時スタートで7時に並んで貼って、はい、8時半に開くって聞いてたんで、はい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 、大体7時半ぐらいに並び始めようと思って、ちょっと念のため早めに出て、はい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 、そしたらスッと行っちゃって。いやでもそうっすよね、うん、メトロ簡単でいいっすね。はい、いやなんかこっちってやっぱり日本のちょっと先行ってるような感じしますよね、うん、なんかねアーランドエクスプレスがねちょっと感動的でした。は早いっすよね。早いし、もう空港で降りるじゃないですか、はいはいはい、降りてもうここですってなって、あ、そう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 、エレベーターに乗るとホームですってなるじゃないですか。これに乗ってくださいってなんか。もう T セントラルにしか行かないんだろうなっていう。そう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 、もう全部こう動線が決まってるんでしょうね。もうバカでも質問しないでくださいみたいな感じに、本当になんか便利な国だなって。東京だと結局東京駅に、はいはいはい、まあ、とりあえず行ったとしてもそこからこう四方八方に散るじゃないですか、なんか目的によって。新幹線のマークとかって言っても、うん、新幹線のマーク多分見失いますもんね。分かんないですよね。俺みたいな、どっち行きの新幹線みたいになるし。そうそうそう、うん、ああこれな、あそうか東北の方ねみたいな、うん、感じありますからね。渋谷とかダンジョンみたいになってますからね。いやあれ最悪。だああなってくるとやっぱり観光客には複雑ですよね。複雑、とってもそういう意味ではこっちってものすごいシンプル。シンプルですね。シンプルだから、あの色分けもすごく分かりやすいですね。しかもなんかあの道にこう線引いてあるじゃないですか、うん、あそうそう、床にがねうまく動線になってるんですよね。そうだからもうこの線に従ってくれれば着きますよっていう、うん、あれはね結構ヨーロッパではよく見られるんですけど、日本はあんまやんないですね。そうですね、ただ日本との駅とかの全然のすごい違いは、うん、有料駅、あトイレが、駅のトイレ、あなるほど、トイレ有料なんですよ。だから駅のトイレ入るところに受付のお兄ちゃんおって、カードさすとかあって、カードさせって言われて、クレジットカードさせって言われて、いくらかかるんですか。150円くらい。そうなんだ。150円くらい、そんな綺麗じゃないよ。残念だな。だ駅は絶対そうですね、うん、もうないと確実に、うん、だから家でトイレくらい行きます、家かホテルで。でも面白いですよね、なんかその福祉の考え方が全然違いますよね。違いますね、うん、日本だとやっぱトイレ無料の方が福祉っぽいじゃないですか。福祉、なんかそれが福祉だと思ってるとかありますからね、うん、確かにね。なんかちょっと日本と違って自立をすごい促してる、うん、なんかねすごい、なんかそのトイレはあんま関係ないかもしれないけど、わかります、その自立の感じ、うん、みんなが自立してることが前提の社会が作られてるんですよね、うん、日本はそこがね違う気がするわ。だ僕だから一回、これちょっとエピソードなんですけど、一、うん、回ちょバス乗るときびっくりしたのが、はいはい、まあ、ちょっとはっきり言っちゃうと、ちょっと障害を持った方が、はい、足とかに障害を持った方がこう、はい、車椅子でこうやって来てて、はい、あの並んでたんですよ先に、はいはいはい、でも僕らとか後ろ行くじゃないですか、はい、まあ、でその障害者っていうのは普通優先って日本だとこうなるじゃないですか、はい、だけど、はいはい、
赤ん坊をこう、ね、ベビーカーでこう来たようなその普通のお母さん来たんですよ、はいはいはい、そしたら障害者の人どいたんですよ。だからもう国の宝は子供だと。で俺らは障害を持ってるかもしれないけど俺らは自立してるからこの子はこの子で宝なんだから絶対どかないといけないって、なんかねそういう、こう自立心、自分にビハインドそのあっても絶対に自立してるんだって、一人として絶対強く生きていくんだっていうあの感覚がね、ちょっとやっぱり感動しましたね。ハンディキャップではあるけれども、デメリットではないっていうことですよね。そうですね、僕がそういうハンディキャップ持ってるのは別に他の人だってみんなこういうハンディキャップ何かしらのハンディキャップ持ってるでしょと、これは僕の個性なんだと。僕なんかもほらもうこんなもじゃもじゃで非常にハンディを背負ってるんですけど自分で背負わしてやそれ自分で背負わしてこれテンパーなんですよ。あ、テンパーなんですか。そう、テンパーなんですよ。どこで生まれはったか分からへんけどそうだ、国籍が分かんないですよ海外にいるとでもねえ、だからもう本当にそういう意味ではだから、日本だからもっと日本の子供とかもうちょっと大学生とかも自立するように促さへんと、でもね、自分の心も知らないと思うんですよね。いやでもね、僕はね結構冷たい社会だなって思いますよ、この自立を前提とする社会。まあここから暮らしてればね問題ないと思うんですけど、外から入ってくるとね、ま、冷たいですね。冷たい感じが日本とはまた違うタイプの冷たさ。だからでもね、成人時聞くと日本ってすごいあったかいって言いますね。まあそうでしょうね。いや、お互いにやっぱり依存し合えるというか、はい、依存を許すじゃないですか。そうですね。こっちはだからある程度自立している人にとっては天国だけど、依存を前提としたコミュニケーションしたいおっさんとかだと辛いと思うんですよ、はいはいはい、スウェーデンは。でも僕とかもその日本とかの、まあ、その別に今働いているところでも不満があるわけじゃないですけど、はい、やっぱり人間関係ちょっとたまに疲れる時あるじゃないですか。ちょっとどうしても働いてると、はいはいはい、やっぱこっち来て人間関係作ると、もうみんな上下関係なし友達、でみんな自立しててお互いあんま干渉しない、で助けてほしかったら助けてって言えよみたいな感じの社会だから。いや、わかりますわかります、はい、それでね、僕は僕楽なんですよね。なんかその傾向ありますよね。なんかさ、こうそれぞれのお店に、そのキャッシュを自分でその決済自動でできるのが、機会はあるんだけど、店員さんが常に声かけてくれて、そう分かんなかったら聞いてね、分かんなかったら聞いてねってすごい声かけてくれますもんね。だから自分で言わないとダメだと、周りがお前のこと心配してると思ったらお間違いだと、いう感じがしますよね。そうですね、日本ってやっぱりこうね、知らずうちにこうやっぱりみんな人の顔を伺ってるから、分かるわ。そうだから僕はだからこっちの社会は僕は好きですけどね。ゆうきちにも合う。合うね。ゆきちあんまり干渉されたくないからね。いや、わかりますわかります。干渉されたくないコミュニケーション好きなんですよ僕。あ、わかる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 。友達欲しいんだけど、そうなんかそんな深く関わってない。そうなんかね、お互いこう頼り合う関係は嫌なんだよね。わかりますわかります、こう依存し合う関係っていうのはね。利用し合っていいと思うんだけど。そう、うん、だからあの本当に利用し合ってやるのはいいんだけど、こっちだ、なんて言えばいいのかな、こういないと困るみたいな。そうそう、あなたがいないと困る、私死んじゃうみたいな。それは辛いですよね。そう、メンヘラの彼女みたいなことされるとちょっと困っちゃうっていうね。あ、でもメンヘラの上司とかいるじゃないですか、そういうタイプの。日本人ってよく、いや、うちそうなんですよって怒られるからあんまり言わない。ちょっとあの見てる人とやめてね。あの探して言ったりするのやめてね。おっさんチャンネル意外と最近再生されてますからね。いや本当ね、怖いんでね。でもあのね、だから一回、うちとか僕一回別の上司、別今とは別のとこですけど、上司がなんか本当になんか飲みに行こうとしたら、夜だって会社終わってですよ、会社終わって飲みに行こうとしたら、え、どこ行くんやみたいな。あら、え、そんなことまで干渉しますみたいな、この後ですよ私みたいな。今もう金太押しましたよみたいな。でも普通にあるじゃないですか。ありますあります、なんかお互い昨日何してたかとか気になるし、ね、誰と付き合ったか気になるし、みたいな、なんかもう関わんないでと。ありますね。いやだからそういうのをね、やっぱりこうこっちの社会は生きやすいですね。生きやすいです。とってもね、生きやすい。だからもうなんかお互いのこう幸せは祈ってんですよ、薄く。うん。岡はどれぐらいいるんですかこっちに。こうも今回はでも1月の最初っていうか、まあ、年末1回帰るかな。あ、でまたこっち来るんですよね。一瞬来て、はい、また戻るんですけど、またその後4月にまた来るんですよ。へえ、すごい。もうほんとね、日本にいても出張だらけで、日本帰ったら帰ったらまた北海道に出張行ったりとか。すごい。ちょっと岡にもね興味持ってきて、僕はあのノーベルレクチャーのところで岡ナンパしてこうやって遊んでるだけなんで、はいはい、そうなんですよ。あの岡のこと全然知らないので、ちょっと次の動画でね、はい、岡って何なのっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。誰でしょうっていうというわけでね、おっさんチャンネルでした。お疲れ様です。さようなら。さようなら。